川北大橋川北大橋は石川県白山市木津町から同県の三市山津口町に至る道路橋。かつては石川県道路公社が管理する有料道路であった。かが産業開発道路の一部となっている石川県内最大の一級河川である手っ取り川を渡る川北大橋とその前後の区間からなる。白山市漆島南交差点から 野見市三津口町北交差点間にある川北大橋の部分は普通車の通行料金が100円のため100円橋とも呼ばれている通行料支払いを避けるために同橋の西にある辰野口橋または東にある天狗橋へ迂回する車両も多い当初は2020年7月5日に召喚による無料化を予定していたが新たな観光商品の造成や 近年のカーナビゲーション等の地図の更新へのゆとりを設けるために、北陸新幹線の2014年度開業に先駆けて、野戸有料道路、農越自動車道とともに、2013年4月1日の無料化が決定した。起点側から順に、川北大橋料金所歩行者、自転車及び原動機付き自転車は無料。また、木津交差点から、 うるし交差点の区間及び3、つ口北交差点から3つ口交差点の区間を利用した場合も無料である。料金は、川北大橋料金所にて、現金、回数券、石川の道カードのいずれかで支払う。石川の道カードを利用した場合、裏面に印字されるマークは、であるが、これは、農越自動車道立ツ浜道路の立ツ浜料金所で利用した場合と同じである。 ETC やクレジットカードでは生産できない。1989年度まで22時翌日6時は無料だったが、1990年度から無料化するまでは24時間徴収していた。回数券11枚綴り及び60枚綴りの回数券が車種ごとに設けられている。いずれの券種も10回分の料金で11回分利用できる。石川の道カード時期式。 プリペイドカードである。形状や販売窓口、利用方法などは、かつて道路関係4公団で発行していた、ハイウェイカードとよく似ている。裏面に使用残数印字欄が設けられているが、ハイウェイカードとは異なり、通過した料金書を示すマークと残額が印字される。印字欄がいっぱいとなった場合などには、再発行券が発行される。一般用としてが発行されている。 また、任意の利用金額を設定したノベルティ用のカードも存在している。川北大橋有料道路のほか、石川県道路公社が管理する有料道路で使用できるが、管理の異なる白山白川号、ホワイトロードやネクスコ管理の高速自動車国道などでは一切利用できない。障害者割引制度障害者一人につき、 事前登録を受けた自動車1台に対して、通行料金が半額となる障害者割引がある。ただし、事前登録が必要であり、登録後も料金所を通過するたびに、身体障害者手帳の提示が求められている。ありがとうございます。